はい、それでは皆さん第4回裏闘劇始めるよはい、第4回の裏闘劇、今回も第1種目はアウトフォクシーズから始めていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速、対戦の方を始めていきましょう。おっと、会場内では早くも殴り合いが始まっている。さあ、それでは大会始めていきます。A ブロック第1試合、飛び道具ではめられるゲームと聞いてきました選手、おい、バーサス、本日裏闘劇担当スタッフであるジエン・ザ・ボーナス。それではじゃんけんをしてください。よろしく。さあ、勝ったら、キャラ先出しもしくは 1P2P を選べます。さあ、キャラクターをセレクト。さあ、そして飛び道具選手 1P 側。さあ、 1P 側の方が有利とされるこのゲーム、やはり 1P2P セレクト権で 1P を取ります。あ、ちょっと待ってください。じゃあ僕が、始めるぞと言ったら、皆さんぜひおーいと言ってください。そしてそれに合わせてスタートボタンを押してください。はい、いいですか。皆さん準備はいいですか。それでは第4回裏闘劇第1種目アウトボクシング大会始めるぞ。さあ、ワンピー側には飛び道具ではめられるゲームと聞いてきました選手。どう考えてもストツーダッシュレインボーと間違えている。さあ、そのワンピー側の、飛び道具選手がジョン・スミス。そしてツーピー側には、トライアミューズメントタワー店員ジエン・ザ・ボーナスが、ツーピー側で、じゃんけんに勝利してキャラクターセレクト権ベティ・ドーを選択。さあ、ジエン・ザ・ボーナスというのは俺に当たるとボーナスゲームだ。さあ、2回戦に上がってくれという意味だと思いますけれども、いや、しかし、この男もアクションゲームは得意。さあ、そしてお互いにロケランを拾わなかった。これは一体何なのか。おっと、ここで相手のブロックを誘う。さあ、ボーナス代わりにお釣りのロケットランチャーをまず打ちかまして、さあ、体力でゲージ1本分リードしているのが、さあ、ワンピー側のジョン・スミスを、リードしているツーピー側のベティ。さあ、ここで拳銃の打ち合いになるが、さあ、殴り合いが始まった。世界格闘トーナメント、さあ、格ゲーになっている。さあ、このゲームガードがありませんので避けなければならない。さあ、ピエロが落とした拳銃偽物だった。さあ、このサーカスのステージ、様々なギミックがあります。上に登るには、お姉ちゃんのお立ち台のところからダッシュしてジャンプするか、あるいはお姉ちゃんに捕まるかというのが、ありますが、さあ、上を狙っていくか、これ殴ったナイスカウンター。さあ、しかしこのゲームカウンターヒットの概念はありません。普通にダメージが加算されます。さあ、一番上のフロアまで登ったジョン・スミス、この木箱を壊して何か武器、あー、マシンガンが出ました。さあ、このマシンガンで相手をはめていきたい。さあ、一方ベティの上まで登らない。俺はこのまま時間切れでも構わないんだが。さあ、一方ジョン・スミスどうするか。おっと、煽っている。さあ、どう、あー、これはうまい。俺はうまい。相手の待っている場所が悪すぎた。さあ、どう考えても今のセリフ、明らかにもうね、ベネットが負けるそういう雰囲気しかなかったんですが、さあ、かかってこいよと、お前なんか怖くねえと言って、持参してきた武器が2本と。さあ、これではさすがのシュワちゃんも止まらない。まあ、よく見てみればジョン・スミスはちょっと顔がシュワちゃんっぽいですね。さあ、ワンピー側のジョン・スミス、かなりの劣勢。一方ツーピー側のベティ、あーっと、人間逮捕を当てようというのか。これは決まった。
ジエンザボーナス勝利です、おめでとう。さあ、むしろ飛び道具ではめられてしまった。さあ、それでは第2試合に参りましょう。ベッカ選手、そしていじけ改めトマ選手、じゃんけんをしてください。はい、それでは大会の第2試合の方を始めていきたいと思います。はい、それでは始めてください。 1P 側にはいじけ改めトマ選手、そして 2P 側にはベッカ選手がエントリー。さあ、 1P 側を自ら、じゃんけんに勝ってチョイスしたのは、このいじけ改めトマ選手、そして 2P 側、おっとジョン・スミスを使いたいのでカーソル動かしてください。同キャラ戦がありません、このゲーム。さあ、 1P 側の、いじけ改めトマ選手がベティ、そして 2P 側にはジョン・スミスがベッカ選手。さあ、ジョン・スミスは、打たれ強い、そして射撃をするときの、姿勢の低さ、当たり判定の小ささがポイント。さあ、このステージはそれがどういう風に出るか。さあ、 2P 側の2P 側のジョン・スミスは上で待っている。一方 1P 側のベティはこれは下から崩すのを狙っているのでしょうか。お互いにロケランを持っている。おっと、ドラム缶の上に逃れた。おお、そして接近戦、相打ちになった。両方運ばれてる。ああ、ジョン・スミスが竜さんの胸を使ってしまった。これは危ない。さあ、体力的にはちょっとベティがリードしている。ロケランを打って、さあ、遠距離なので非常に当てづらい。さあ、このアームに、捕まってしまったらですね、レバガチャで、振りほどくことができます。レバガチャをする強さを変えることによって、あー、対打ち、またしても溶かされてしまう。ジョン・スミス、おーっと、ロケランを当てて泳いで逃れる。さあ、ここで右から左に飛び移ったジョン・スミス。お互いに体力は 1.5 本ありますが、ジョン・スミスがこれは武器が、あーっと、プレスされている。ベティが画面の下の方でプレスされている。さあ、ここは武器工場。さあ、様々な材料を運んだりプレスしたりして、銃やロケットを作っている工場です。さあ、どうするか。処理落ちがしていますが、さあ、どうなる。さあ、ここでジョン・スミス、上の方でベティが来るのを待っているか。マシンガンですと、これ弾道的になかなかこの位置のジョンを当てるのは難しい。さあ、撃ってきたがすぐ逃れて、そして降ってきた材料を遮蔽物にして身を隠す。そして左の上の方へ逃れていき、ロケットをゲットした。さあ、ここで 2P 側ジョン・スミスは上、1P がベティードは下から狙っていく。そして入れ替わってちゃんと画面下に逃れた。フロアを移動しながら、さあ、しかし、あーっと、マシンガン自体は安いですがプレスされると痛い。さあ、逃げ切れずちょっとダメージを負ってしまった。飛び道具ではめられるゲームと聞いてきました。さあ、そして地下格闘トーナメント、さあ、狂気攻撃、そしてこの木箱の中には拳銃が入っている。これはどうなる。逆転要素か。拳銃で撃ちたい、あ、ローリングスワット、殴り合い、射撃をするのはどちらか。さあ、ジョン・スミス、これ逃れてロケットランチを手に入れたが、自分の足元の爆風に巻き込まれてしまった。勝ったのは 1P 側いじけ改めトマ選手です、おめでとうございます。いやー、しかしベッカ選手も立ち回り、熱かったです。上下移動しながらの位置取り、アウトフォクシーズらしいところが見えました。そして第3試合いきます。神楽選手対僕の試合になります。じゃあ、お兄ちゃん、よろしく。はい、じゃあ代理で元いちごちゃんが実況します。とりあえず、まあ、恒例のこの
一回戦から。そう、ここで当たるっていう。なんか毎回こう、俺が実況になるのは大体このタイミングなんですよね、これね。まあ、さっさとこうね、大阪さんに死んでもらって実況買わせてもらいたいと思いますよ。まあ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 、そこはまあ、うん。ね、まあ、ね、ここでね、まあ、何度目ですよ、俺、3度目の。3度目ぐらい ?4 度目ぐらい、これ。そろそろ勝ったかないとね。というわけで、キャラ戦から、カルさんがワンピー側に行きまして、まあ、ベティを順当に選んで、まあ、ここで、プロフェッサーチを重ねてくるのか、ちょっとビビってしまったのか、まあ、本キャラのイブで大阪さん来ましたね、ツーピー側。さあ、ここの、この、こう、ね、じりじりした、この読み合いが発生してしまう、この、上級者同士の戦い。おっと、さあ、下に降りて、拳銃を持ってっていうのは、これはどういう考えなんでしょうか。まあでも、拳銃弾が最初から装填された状態であるのは、この場所が装填されてあるんで、とりあえず爆発物対策としてここにいるのか。おぉ、今のはロケランを、ジャンプして即レバー下に入れて撃つと、自分は爆風から逃れられるという、テクニックですね、あれは。ああ、今、ウィー感じの弾道だったけども当たらなかった。あ、さ、ここのポジションが、いやー、弾が入ってたらあそこで撃てるんですけどね、上向いてね。さあ、ここで、この、左上の方の戦いが、まあ、ダッシュで逃げて、あれですね、まあ、あーっと、ここで一回当たったが、あー、いや、無敵で一発逃れたが、ロケットもう一発入ってて、もう一発の方は無敵が切れてしまっていて、これはちょっと体力差が、まあ、これぐらいだったらなんとかなるレベルですけどもね、ちょっと、もう残りの武器がなくなってきてしまっているので、さあ、ここからどうやって逆転するか。さあ、ここで、相手がマシンガンを持ちつつに追いかけてくるという状況になってしまって、しかも自分が体力がないというの、これは何か武器を拾って形勢逆転するしかないんで、あ、まだロケット残ってましたね、ボディ。あ、しかし拾いに行かせない。あ、今のは、これもうまい。今のあれなんですね、ここの、木箱が置いてあるこの場所で、こう、ベルトコンベアが動き始めた瞬間に前転すると、木箱をすり抜けられるという、なんか無駄な得意ところ。あ、そして武器を、ここで、拳銃弾をすべて使い切りつつ、マシンガンも弾を使い切って、さあ、あとは自動生成されるこの拳銃で残りは戦うという感じになってきましたが、さあ、こうなると武器が湧いてくるのがこの右下だけになってくるんで、さあ、この右下の、ポジションの争いは、あー、ここで、お、木箱をかぶせたが武器を持っていなかった。さあ、どうする。しかし、相打ちではもうダメージ的に差がついてしまうんで、一方なんで、これは、なんとかしたいところだが、もうそこの場所に武器はないぞ。さあ、あー、下を入力したら前転していた。死因は前転。というわけで、カルヤさんの勝利で。斜め下行ってもうた。厳しい。このゲームの最大の敵は抽選くじ。抽選くじが強キャラすぎる。さあ、ということで、今回も喋るだけの人になってしまいました。私。そして、今週、マカ希望選手シードになりますので、2回戦に進出という形になります。さあ、B ブロックに参りましょう。B ブロックは、アジ、アットマーク、ダラクテン酒税。そして、ミーちゃん。さあ、ミーちゃん後ろにいますので、じゃんけんお願いします。さあ、みーちゃんはキャラクターセレクト権。そして、アジ選手はワンピー側を選びました。それでは早速始めていただきましょう。ワンピー側、アジアットマーク、ダラクテン静江選手。
そして 2P 側みーちゃん、さあ 2P 側みーちゃんキャラクター選んでください。ベティにしますね。じゃあ 1P 側も乱入してください。さあ先ほどの練習プレイではかなり手慣れたところを見せていましたアジ選手、どうなるか。さあジョン・スミス、さあジョン・スミス対ベティドとなりました。このジョン・スミスというキャラクターは、全7キャラクター中2番目に、HP が高い、ということで、非常にこう防御力も高い、キャラクター、打たれ強さで、ある程度勝負していける相打ち OK の部分もある。おっとこれは新しい戦術だ。このジョン・スミスステージでなんとヘリコプターの後ろのドラム缶のところに隠れているジョン・スミス。さあしかしこれはもしかしてベティが撃てば、いやしかしヘリコプターの向こうまでなかなか弾が届かないか。ここでどう攻める、上から行くのか。上から行くの気をつけろ。さあこれ背中を撃つ、全く新しい展開になったが、ここでロケランの打ち合いに制した。さあ、ここで体力で、おっと見事にロケランを2発当てたみーちゃん。すっかりこのロケランの特殊入力にも慣れてきたか。そして屋上から脱出する。あ、木箱に当たった。そして、ああ、降ってきた。危ない、おお、助かった。おお、両方流されて、両方流されて、さあ逃げ切る。さあ、ジョン・スミス、弾を持っている状態。あ、みーちゃん、これは危ないぞ。弾を拾えない。どんどん追い詰められていく。さあ、ここで殴り合いが発生する。あーっと、熱々のスープをかけられて、火傷してしまった。さあ、この、高層ビルの中層フロア、ホテルのロビーでの戦い。さあ、このパーティーガージョン、シャンデリア落ちてくる。これで、ジョン・スミスの背中を射撃。さあ、お互いに、だぞ、どう打つこれ。さあ、このテーブルは木箱と同じ高さに設定されている。さあ、ジョン・スミスが隠れられるだけの大きさがある。さあ、ジョン、本当にしゃがむと姿勢が低くなる。一方、ベティ、姿勢がいいので、しゃがんでも隠れ切ることができない。この辺のキャラクター性能差をどう生かすか。さあ、ジョン・スミス、体力で優勢を保っているが、ここで、さあ、ヘリコプターが落ちてくるぞ。さあ、フルーツバスケットをぶつけてやろうというところで、次々と、銃弾を浴びせられているジョン。さあ、どうするか。体力はお互い並んでいる状態。ジョン・スミス、左側のエレベーター前までやってきた。ワンピー側のジョン・スミス。さあ、ここでエレベーターの上で、さあ、テレビのスタジオで、刀を拾った。ここで刀を得たのは大きい。おっと相手を燃やすことによって、刀を吐き出させることに成功した。そして植木鉢、燃やして、ああ、自分が燃えちゃう。自分、さ、燃えてる相手に触ると自分が燃え移ってしまいます。さあ、刀を構えた、ソウルキャリバーが始まった。いや、ソウルキャリバーかサムライスピリッツか。おっとさあ、どうなる、ジョン・スミス残りたいかとわずか。一方、ベティもこうなった、死力戦。おお、危ない、お互いあと一発だ。そして、時間が残り10秒、次々と水が流れてくる。どうなるか、兄ちゃん右下にいます。残り5秒、どうなる、ここで、刀が決まった。みーちゃん見事勝利。いやサムライスピリッツオブレイヤーだけに